シムハラ、ヤツヤマ群牧碑。シムハラ、ヤツヤマ群は、福岡県福津市の津島三山系にある、津屋崎古墳群の一角をなす、古墳群。国の史跡に指定されている。5世紀後半から6世紀後半の古墳時代中期、後半に造営され、被葬者は、宗方氏関係者と推定される。古墳群の名称は、福津市勝浦のおじ、シムハラと、 八津山地区にまたがることによる。2017年、神宿る島、宗方沖の島と関連遺産群の構成資産の一つとして、世界文化遺産に登録された。古墳が、世界遺産に登録された、国内最初の例である。新原、八津山古墳群は、東西800メートルの丘陵地上に、前方後円墳5基、豊墳1基、円墳41基が現存し、 便宜的に投資番号が付されている。このほか、過去の記録や、発掘調査、地形測量により、周囲の田んぼ解作により失われた古墳が18基、あったことが確認されており、それらにも投資番号が付されている。古墳造営当時は、丘陵地の西側に接して、入り海があったが徐々に交代し、江戸時代に干拓され、沿田となり、明治時代以降水田となった。 古墳群の周辺には、溜池が点在するが、これは、近世以降に作られた、灌漑用であり、古墳とは、無関係。丘陵地は、国道495号によって分断されている。古墳石室に使用された、玄武岩は、玄海な灘の藍島から船によって運ばれたと、推定されている。推薦に至る過程で、桜系古墳、東郷高塚古墳、そして新原、 八つ山古墳群を包括するつや崎古墳群の勝浦うっぽうの畑古墳や宮地岳古墳などが先行から漏れていった。新原八らやつやまが残った理由は、宗形大社信仰の根幹となる渡た崇拝を表現する海に面した海と一体的な景観が保持されている立地条件が推薦書に明記されたことによる。こうした経緯から、 やや内陸に位置する桜系古墳、東郷高塚古墳が除外され、宮地岳古墳は、宮地岳神社の奥の宮として、棟方信仰とは異なる対象となっているため、候補から外された。新原、八津山古墳群では、景観法の長望景観重点区域を適用して、大島を望む古墳周辺の農地田園風景を保全し、屋外広告物法や条例により不調和な建物や、 看板などを随時撤去してゆく。平成30年7月号により、古墳の一部が崩壊した。鹿児島本線福間駅宮城口から福津ミニバス、勝浦線で、昭和学園前停留所下車。ただし、駅からは1日3便、古墳群のガイダンス施設となる、福津市複合文化センター発の、勝浦浜方面行きが3便と運行本数は少ない。また、日曜、 祝日と年末年始は運休。ワンボックスカー仕様のため定員13人までで、運転免許証自主返納高齢者や、沿道の公共交通機関空白域在住の地元民が優先される。料金は一律200円。なお、昭和学園前停留所は、古墳群園系長望が見られるやつ山展望台の最寄りにもなる。ありがとうございます。